こんばんは。ユーストリーム放送、次回は今回と同じようにまた腕と体のコーディネーションの仕方をやっていきたいと思います。ジャンプするときとかの腕の使い方、迷ってる人も多いと思うんですが、例えばトンベバドブレ、グリッサード、グランパリシャみたいになっちゃう人が多いと思うんです。そこでちゃんとかっこよくジャンプの時の腕が動かせるようにやっていきたいと思います。やり方が分かってくるともっと楽しく踊れると思うので、ぜひ見てくださいね。で、今回もやったので、見逃しだった方はアーカイブをご覧ください。では次回。